はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コニーでございます。で今日もですね、スカーレットネクサス続きからやっていきたいと思います。でちょっと消えてんのよ、かげろうさん。手品ごっこやってんだよね、すごいな。で前回からの絆エピソードね、ボンボンやってます。で一応チーム絆エピソードっていうのが、この後控えてるんですけど、とりあえず自分のチームの絆エピソード残ってるのが、このルカくんと、あとお花大好きつぐみちゃんなんですけども、とりあえずこの2人ね、やっていきたいと思います。でその後に、チーム絆エピソードっていうのをやって、とりあえず終わりかなって感じですね。じゃあとりあえず話していきましょうだろうよ。ということでまずプレゼントだね。ないわ遅れるペースなかった、ごめん。で絆エピソード始めます。まさどうせ花絡みでしょ。ゆいと、ちょっと聞いてもいい？ああ、なんだ。あの白い花もう見つかったから、他に何か探してる植物とかないかと思って。常人にはなかなかねえと思うぞ。いや、今は別にないから。だよな、そうなるよね。しょんぼりしちゃうんじゃない？しょんぼりしちゃうんじゃないですか？わかった。今思いっきりがっかりされた気がしたけど、なんで急にそんなこと聞くんだ？それはだってユイトのこと手伝いたいから。つぐみにはいつも力になってもらってるよ。戦闘でも花のことでもさ、それで十分だって。でも私あの不安ないよな、なんかしないと。どうした、つぐみ、何が言いたいんだ？あ、ごめん、別に言いにくかったら無理しなくていいんだ。待って言う、私言わなきゃ、勇気出したいから。つぐみ、私もう友達じゃない？もう友達じゃない？え？俺と友達？ずっと考えてた。ユイと優しいし、植物の話もちゃんと聞いてくれた。だから仲良くなりたいって。白い花探したのもユイトの役に立ちたくて。そうしたら友達になってくれると思ったの。そっか、ヒエノさんの帰り道であの花にこだわる理由聞いた時もそれを言おうとしてたんだな。うん、あの時嘘ついたわけじゃないけど、一番の理由は友達になってほしかったから。だから何か探し物とかもっと役立てることがあったら言って、何でも手伝うから。そんなことしなくていいよ。やっぱりダメ、私なんかと友達になるの？何言ってんだよ、ダメも何も、俺たちもうとっくに友達だろ。え？少なくとも俺はそう思ってたよ。つぐみがOKならこれからも友達のつもりでいるけど。でも私いつもちゃんと話せないし、花も結局持ってこれなくて役に立てなかったのに。友達になるのに役に立つかどうかなんて関係ないよ。それに前からずっと普通に話してるじゃん。私の話し方普通じゃないから、すぐに赤くなって黙っちゃうし。ねえ
話せないし。それがつぐみの普通ならそれでもいいじゃないか。逆にどののが普通だと思ってたんだ。それな、使えずに話せて、たくさんおしゃべりできて。そうしないと気持ちも伝わらないから。そんなことないよ。たくさん喋らなくたってつぐみの気持ちはちゃんと俺に伝わってるし。本当？だってつぐみはわざわざ俺の曖昧な記憶から花の名前調べて日枝野山を一人で登ろうとしてたんだぜ。その行動力見たらつぐみがどれだけ俺のこと考えてくれてるか誰だってわかるよ。それにそんなことしてくれるやつなんて友達以外にいないって。そうなのかな。そうだよ。ほら植物だってさ、何も喋らなくたって一緒にいるだけでなんか安心するだろ。うん。だからつぐみも役に立たなきゃとか無理に自分を変えようとかしなくていいんじゃないかな。今のありのままのつぐみでいればそれでいいと思う。なんだか変な感じ。このままでいいなんて思ったことなかったから。私いつも普通になりたくて。そうじゃないとカゲロウ以外の友達できないと思ってたから。さっきも言ったけど俺はつぐみの友達だからさ。だからつぐみに無理しててほしくない。あの白い花だって山の上で咲いてる方が幸せだってつぐみも思ったからそっとしておいただろ。だから俺つぐみも自分が生きやすいような自分でいてくれたらなって。ちょっと偉そうだけどさ。ううん、そんなことない。嬉しい。俺の方こそつぐみの友達でいられて嬉しいよ。そういえば花のことだけどさ、探してる花今思いついたよ。何？何でも言って。こないだの白い花は持って帰れなかっただろ。だから代わりにこの場所にあった花を育ててみようかなって。アジトの中でも咲かせられる花って何かあるか。もちろん友達としての相談だから別に。いろいろある。アジトの中だと直射日光が刺さないから日陰に強い花がいい。スパティフィラムとか。美味しそう。スパ…でも時々は外に出して日光に当てた方がいい。ずっと日に当たらないと花咲きにくくなるから。土も種類に合った土じゃないと花が疲れちゃう。いい土買える店知ってるから今度教える。初心者向けの簡単なやつがいいんだけどな。簡単なんだよ。簡単な植物なんてない。みんな生きてるから。なるほどね。わかった。つまり本気で接しろってことだな。つぐみ楽しそうだな。植物の話も遠慮なしって感じだ。つぐみも俺のことを友達だって思ってくれたんだな。これで本当にお互い友達同士になれたってことか。よし、それじゃご教授お願いします。つぐみ先生。うん、基礎からみっちり教えるからちゃんとメモ取って。え？あ、はい、わかりました。いや、超厳しそう。いや、かげろうさん、どういう経緯でお友達になったんやろ。かげろうさんの方から友達になろうっていう話をしたのかな。
はい、とりあえずブレインメッセージ見とくか。お、友達っぽい、友達っぽい子したいわけやんね、したいわけやんね。そしてあとは確か、そう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 、君だよ君、ゆっくりしてる君だよ。プレゼント for you はないな。で、絆を深める。ユイト、少しいいですか。また暗い話か。難しい顔してるな。何かあったのか。ええ、実は極秘で処理しなければならない問題があるんですが、少々厄介な内容でして。ちょっと面倒くさそうだけど、いいんじゃない。僕一人では少し手に余るかもしれないので、ユイトの力を借りられればと思うんですが、どうでしょう。もちろん俺で役に立つなら。でも厄介な内容って一体何があったんだ。実は少し前から旧海抜群病院で行われていた研究について独自に調査していたんです。ガチでシリアスな話じゃん。その調査の過程でとある研究データが青蘭側のスパイによって持ち出されたことが分かりました。ここでは詳細は話せませんが、極めて危険度の高いものです。一刻も早く消去しなければなりません。ってことは青蘭の研究施設に潜入することになるのか。ええ、特異生命研究施設にあるはずです。分かった。メンバーは俺とルカの2人だけか。ええ、その方がいろいろと都合がいいので。そうか、極秘の作戦なら知る人数は少ない方がいいってことかな。そう思ってくれて結構です。ではすぐに出発しましょう。よしよし、やったろじゃん。オッケーオッケー、じゃあ行こうか行こうかって、どこ行けばいいんですか。あ、わりかし近いね、近い近い。とりあえずこちらのやつは回収しておきたいね。何かと入り用なんですよね。何かと使っちゃう。これ環境、環境 B とかね、そこにあるでしょ。オッケーオッケー、たくさんあって困ることないからね。で、ルカ君。今更だけど、潜入に気づかれないように隠れながら進んだ方がいいかな。いえ、前回も通った怪異の多いエリアをあえて選んでいます。え？僕の超能力は扱いが難しいですが、お役に立ちますよ。マジか、アップデート必要だってよ。やるしかないじゃん。よいしょ。先手を取れたのは素晴らしいですね。よいしょ。はい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 。油みたいなものをかけてきやがった。いった。あれを食らうと全部止めとになるぞ。よいしょ。弱い弱い。よまあ、弱い弱い言いましたけど、全然ダメージ食らってるんですけどね。おい、え、なんだ、スカミイラミ、なんだっけ。ちょっと待って、討伐、依頼なんだ、なんだ、なんだ、スカミイラミ、スカミイラミ、これか、念力、追撃、追撃ってなんだっけ、追撃、確か、確か、この辺の、違うな。追撃？なんだ追撃って。これなんかなかったっけ、追撃。あれ、よいしょ。よいしょ。これがどっかな。よし、火の攻撃を受けて体に着火するのは体力削られるからな。気をつけてくれよ。ほいほいほい、取った取った。行こう。おいおお、強い。お願いします。
おしまいですよっと。はい、決めました。うまくいきましたね。俺も少しは節電トリオに近づけたかな。なんて、あ、相当セプテントリオに近づいてんじゃないの。よいしょ。ほい。それ外角破壊できた。よしよし、オッケーオッケー。よいしょ、オッケー。どっちね。いや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 、どこにあんのかな。アップデートされたやつ。アップデートされたやつ。近くに物資反応があるみたいだな。ダメだ、取れないよ、取れないよ。上か。依頼で討伐をお願いされて。待って待って待って、どこに行けばいいんだこれ。これどう。よし、これで依頼の任務は完了ですね。まだいいのか。ふいっ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 。ひにゃひにゃだなお前、柔らかすぎるぞ。取れない。あ、 L2 なんだこれ。これ使わせてよ。何かな。あー、こういうやつか。よし、倒れたぞ。一気に攻めるんだ。ほい、ほい、よいしょ。あっつ、丸焼きにする気かよ。ほい、ほい、ほら、しっかり。よいしょ。このくらいで立て直そう。よしよし、ほい、よしよし、ここ L2 で。ドライブを使います。お、やっちゃって。行きまーす。ぺちゃんこだ。はい、ぺちゃんこです。改革の破壊に成功。一気にせよ。よいしょ。おしまい。受け取って。ん？ちょちょちょ。ん？と。あ、これか。ゲットして、あーとさ、あ、どこ行けばいいんだ。どうすればいい。手伝ってくれ。あ、ちょちょちょ、ごめん。どうぞユイタ。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイタ。ほうほう。んルカ頼む。どこ行けばいいんだ。こっちの方ってことかな。ああ、またシネン君か。力不足を認めたか。ああ、ダメダメ。ああ、あれか。コツを教えましょうか。よし、カードキーナンバーツアップデート、ここに入れるってことね。オッケーオッケー。いやー、だるいねだるいね。とりあえずセーブしとくか。よっしゃー、ソトリさんありがとう。これあのさ、目標のあれがついてないのはずるくないか。あ、
常に動いてるってこと？え？これ下？あ、下か。あ、下に降りればいいのか、このまま。下に降りるってどうすればいいんだ？あー、なるほど。戻っていけばいいわけだ。わかったわかった。この部屋に何いんのかい。ほら、あれ。ほー、はいはいはい。ああ、いいか。一応見づらい。一時間見づらい。油がベタついて、体が重い。よいしょ。とりあえず倒した。こいつで。よし。コンパウンドさんは買っとこ。よし、終わり。狙えるぞ。オッケー。ほいほいほい。よいしょ。はいはいはい。よいしょっと。いい調子だ。うう、まだいんのか。いけんぞ。私の力使う。あ、どこ行った。カウント打ち倒す。よし、はい、はい、大丈夫。何勝つ。オッケー。はいはいはい。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。オッケーか。よし、おしまい。まったくよ。え、何匹出てくるの。ま、超湧いてくるじゃん。オッケー、頼む。やっちゃって。この怪異狙えるぞ。背後からの攻撃に弱そうだぞ。誘を使って後ろに回れないか。攻撃が効いて、今の場所が弱点か。これでやっちゃおう。スポーン、ヤーンさんは背中がやられるの嫌みたいだからな。これでおしまいじゃない。もう全然終わんねえわ。買って。よろしく。はいはいはい。よいしょ。何力入ってんだこいつは。おいおい、いいぞ。敵は燃えてる。おい、よいしょ。行けぞ。はい、仲間といただきますぜ。よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ。はい、もう一発。それおしまいかな。よいしょ。よし、 OK。まだ終わってないのか。セプテントリオンのくせにまだまだだな。終わった？よしよし。長かった。とりあえずだよ。体力回復を含めて。よし。体力回復だけね。よし、これで下行けば多分通れるんじゃないかな。通れるというか行けるんじゃないかな、そこのところ。こっちだもんね。オッケーオッケー。変な感じ。ああ、いただきます。もしかしてこれ、
うえ、出たよ。どこ行けばいいんだ。出てこっち側か、多分雰囲気的に。回収でしょ。前回ここも先にあったんだよな。気合って呼ぶな。呼ばしてくれ。ないね。ないね。よろしく強化。違う。コツを教えましょうか。さてどこだ？今度は。依頼や討伐をお願いされてた会員。逃げます。あれ。どれどれどれ。バウンドしか。ちょっと待って、バウンド…違う違う、研ぎ澄ませ、研ぎ澄まし始めやがった。うん、それはいいんだけどさ、ちょっと待って、どれだ。ウィザーサバトじゃなくて、クッションパウンド、インターセプト。あー、火の攻撃を受けて体に着火するのは体力削られるからな。気をつけてくれよ。撃つやな、撃つやな、撃ってこい、撃ってこい。インターセプトしてあるから撃ってこい。いや全然タイミング合わねえ。いやもうめんどくさい、めんどくさい。外角を壊せそうだぞ。はいはい。ここを突かれると弱いみたいだな。おいおい。もうやってられませんよ。あん。いいわ、使って。よし。誰に当たってるかわからん。ほほ。おーおーおー、いいねいいね。よいしょ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 。オッケー。気持ちよくなっちゃった。あん？あん？どこにいんだ？依頼で討伐をお願いされてた会員見つけました。出た。お前か。行ったれ行ったれ。よしナイス。お上手ですね。ほいほい。よいしょ。ほいほい。おしまいですね。早く抜いちゃって、早く抜いちゃって。よし。よしよしよし。刺激は見事でしたね。いやマジ長えな。誰どこにいんの、どこにいんの。いい調子だ。あ、もう消えてるし。どこだ。ふいふい。いやどこだって、目の前にいるやん、目の前にいるやん。いや協力してくれ。はいはい、あとどこにいる。あ、この先かな。軸しかなかす、なかか。よし。依頼で討伐をお願いされてた会員見つけました。早くこいつ切っちゃってください。頼むぜ。あれ、借りるよつぐみ。こ
よいしょ、とりあえずこいつを倒してくださいなと。畳みかけるぞ。おしまい。よし、お、どこにいんだ。ちょ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 、こっちじゃないじゃん。いや、マジでどこにあんだ。オッケー、とこのままじゃ全然余裕。いや、そら、はっ、来い、緊張した。もっともっと強くなれ。で、どこだ、どこ行ってないんだ。あと、これ取り逃したやつだな。超ブルブルしてる生命を感じるぞ、生命の息吹を感じる。それはいいとしてよ。え、どこにあんのか。あっちで、私に近くに物資反応があるみたいですよ。私に教えて。ってことか。違うな。力不足を認めた。こんなか。これしかないな。え？どこ？わからん。え、どこよ。あ、まだいいのね。はい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 、よいしょ、ほいほいほい、よいしょ、ほい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 、ほいっと、おしまい。よしよしおしまい。この先にあるってことか。そうすると何もない何もないよ。え？え？え、ちょっと待って、マジでどこにもないんだけど。ちょっと待って、どこにあんの？ギミックは？ギミック、これギミック。もう単純に見つからないって最悪なんだけど。え？じゃなくて、やっと見つけたよ。なんでこんなとこにあんのよなんでこんなとこ隠されてんのよ。よかった見つかって。絶対これ鹿として私言ってたわ。ありがたくもらっておこう。よーし、やっと先進める。行くよ。え、予想以上に怪異の数が多い。
やはりユイトに一緒に来てもらったのは正解でしたね、うん、正解正解ありがとう。あまり道中で手間取ると潜入を察知されて研究データをよそに移されるかもしれませんから。ついてきた甲斐があったな。そういえばなんで旧海抜群病院の研究なんて調べてたんだ。そうですね、ユイトだから正直に話します。こんな言い方で気を悪くしたらすみませんが、ユイトを見ていて考えてしまったんです。自分もいつか超能力を失う日が来るかもしれないと。そうか、同じベルペッパーだもんな。うーん、確かにね、それはあるよね。ええ、その不安を拭うために政府が行っていた超能力に関する研究を自分で調査し始めました。なるほどね、可能性を自分で考えておくっていう感じか。その中にもしかしたら無能力症を根本的に治療するような方法があるのではと期待して。なるほどな。あ、だから今回俺に協力を頼んだのか。はい、こんな風に理由を聞かれた時、秘密を知っているユイトなら嘘をつかなくて済むので。すみません、勝手な理由で手伝わせてしまって。いいって、どんな理由でも頼ってくれて嬉しいわ。それで期待通りのものは見つかったのか。いいえ、残念ながら代わりに正反対のものを見つけてしまいました。能力者をベルベッパーにするってこと。もしかしてそれが今回の。ええ、薬剤を使って人の脳から超感覚刺激ホルモンを除去し、能力を完全に消し去るという技術です。あ、能力を消すって。なんでそんな研究をしてたんだろう。敵対する超能力者を無力化する軍事用の兵器として転用するつもりだったようですね。それを今は研究を盗んだセーランが進めてるってわけか。こんなものが実用化されれば、超能力を武器とする僕たち海抜群にとっても大きな脅威になりますし、何よりベルペッパーとして差別されながら生きる人間を今以上に増やすことになります。そうだな、こんな研究絶対にやめさせなきゃ。早いとこデータを見つけ出して消去しよう。よしよしよし。いやマジでさ、やられたよ。さっさと行くよ。もうもうもうね、もう大丈夫だから。ルカってすごいな。一人で研究について調査をして潜入作戦まで立てて。